1名です。今日コンビニでこんなものを買ってきました。ドライプレミアム、朝日のドライプレミアムです。なんとここに無料引き換え券書いてありますね。K サークル K サンクス限定企画で、今なら、平成26年12月9日から平成27年1月18日までスタイル1の均一菓子108円いずれか1個無料引き換え券ですよ。いいでしょう。ということで僕は迷わずこれ買っちゃいました。じゃあ飲んでみます。あ、この音がいいんだよね。缶ビールのこの音はいいんだよね。スカッと。あ、朝日なのにキリンビールの瓶で飲んじゃってごめんね、朝日さん。よし、じゃあ乾杯。あ、うまい。朝日は飲み物であって読むものではない。あ、そうだ、おつまみも食べなきゃ。おつまみスモークチーズにしようかな。待てよ、俺なんか別のものがあったはずだぞ。あたたたたたた、これにしよう。これこれこれ、プレッツェルブラックペッパー味。なんかいかにもビールっぽいね。ビールのおつまみっぽいな。じゃあプレッツェルブラックペッパー味、粉々じゃん。うん、味濃いよな。味が濃い、コクがあるっていうのかな。うんうん、うまい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 、うまいよね、たまんない。はい、終わり。